らのせいだ。武装探偵者が悪いんだ。犯人はよほど探偵者に怒り心頭らしい。しかも女性を人質に取るとは卑劣な。あの女の子は異能力を使うのか。机の上に四つん這いになり、両手を見えるところに置け。ああ、これでは社員の私が言っても彼を刺激するだけだ。僕が言っても何もできませんよ。この程度の揉め事、我々武装探偵者にとっては朝飯前だよ、アツシ君。なんだあんた。ごめんなさい。だからいいことって何。茶漬けが食える。茶漬けが腹いっぱい食える。やめた方がいいと思うけどな。家族も友達もいなくて、孤児院さえ追い出され、行く場所も生きる希望もない。だからそんな爆弾なんか捨てて一緒に仕事探そう。ねえ、ファイヤーガン、覚悟の空気だ。